ーの、こんにちは、みゆです。森です。はい、はい。で、そのさっき傾斜やりました。つま先下がり、左足下がりやりました、はい。で、前回のそのラウンドレッスンで私がちょっと気になったのは、はい、結構アプローチは良くなってたんですよ。もともと苦手だったらグリーン周りのアプローチとかは、まあ、かなりこうちゃんと当たってこう、何、トップとかじゃなくて、こう放物線描くような球が打てるようになってたなとは感じて、それが良くなってた点で、気になった点としては、その50ヤードから80ヤードぐらい、はい、それはサードショットぐらいかな、はい、多分ちょっとドライバーで打ちました、ちょっとセカンド、まあ当たりやすいけど近づきましたの、はい、その次のぐらいの距離、だいたい50から80ぐらいが多かったんですけど、うん、そこでのミート率の悪さ、うん、っていうのかな、選びながらちゃんと言葉選んで、もうちょっといいこともないかなって思いつつもちゃんとでもドストレートに言うしかなかった。なんか50から80、はい、そう、50から80、なんかよくバンカー越えの60ヤードですとか、グリーンはもう狙える距離です、はい、そう、距離なんだけど、なんかピシッって行っちゃうとか、うん、トップしちゃってバンカーですとか、ダフっちゃいましたとか、確かにってなっちゃってるのがもったいないなっていう感じ。そういうシチュエーションもいいかもしれない、確かに。ね、そうそうそう、 3つ目でちょっと失敗しちゃって、結局 4回目で乗るとかの3パットみたいな、なっちゃうと、もうプラス3とかなっちゃうから、それが乗ってくるとプラス2、全部プラス2ずつ回ったり108回になるんで、それでパー3パー5それぞれ、まあ、ボギーぐらいで上がれれば100切れはできるかなっていう感じ。8ホールありますね。で、108からその8を引くと100だから、まあどっかでもしその3つで乗せたパー4が3パットじゃなくて2パットでいけましただったら、もうそれで100切り達成なんですよ、考え方として。となると、やっぱそこのサードショットは結構肝心かなと思ってて、はい、なんでそこのまずは当たり損ねをなくしたいっていう感じ、あとはそこの距離の曖昧さ、はい、50、60、70、80が、はい、なんか全部同じになってるように見えるみたいな。そうですね、70ヤードですって伝えてる時と50ヤードですって伝えてる時のちょっとなんか振り方とか番手とかが、確かにいまいちミュージアムの中ではっきりしてないのかなってのは感じた。確かにそれもそうです、ね、はい、そこが、うん、そう、乗っかってくるだけでもズバリかもしれないです。確かになんか30とかこの間教えてもらったんで、あ、ピッチングでハーフとか、なんかそれなりにこう分かってきているかなと思うんですけど、50から70、確かにブラックボックスです言われてみれば。ブラックボックス、自分の中で全部なんかピッチングとか、なんか9番とか、なんか決まっ、全部そこ、全部9、こんなかなみたいな感じで言ってる感じ、言ってる、だいぶ言ってます。そこをはっきりさせていきたいなっていう感じかな、うん、なんでまずは当たり損ねをなくしたいのでミート率を上げましょうっていうところで、はい、まあ、50や5、6、7、8、50、60、70、80をそれぞれちょっとやってもらいたいなっていう感じ、はい、です。これは成長できそう即戦力お、男性だと100ヤード残しで100ヤードをこうウエッジとかで行くけど、みゆちゃんの場合はこう100ヤードが結構そもそも番手が高いから、近づけだけ近づくってなるとブラックボックスが入っちゃうよねなるほどね、なるほどね、ちょっと盲点だったね、うんうんうん、前後ぐらいが多分その50から80ぐらいに近いのかなと、感覚的に。90ヤードと100ヤード打ち分けてくださいって言った時の多分感覚と近い。いや無理だよね、やっぱこんな感じかなになるもんねで結局それで100ヤードで飛ばなすぎたとかって、こうすごい縦の距離が来る。そう、なるほど、当てる、森ちゃん見る目あるね。ちょっと当てられるようにまずやっていこうかな、はい、感じお願いします。じゃあ狙ってもらうとことして、そこの黒い看板、まあ、裏向いちゃってる看板で、まあ、ちょっと今アゲンスト入ってるんで風入れたそこで70、うん、でちょっとその右側のこのカメラの延長にある、そう、オレンジ色のボールまでで80、はい、でさっきの看板のちょっと手前ぐらいで60なんで、それぞれ60、70、80ぐらいをちょっと打ち明けてもらって、はい、あれを狙って打っていくって感じですね、うん、はい、はい、ではやっていきましょうか。でもあの30ヤードとこう15ヤードってこうやってくれたじゃないですか、はい、あのシミュレーションの時に、あれいつもゴルフ行く前に見返して、
急ピッチングのハーフウェイとかそういうのは見返してるとなんとなくやっぱりうまくいきます。はい、じゃあ80ヤードからいきますか。はい、あのオレンジくらい。ちょうどキャリーで80ぐらい。それでキャリーで出た。そう、それなんか全然出た。ちょっとね、なんか前回もキャリーでね、キャリーでねってすごいなんか念押しをされたんですけれどもそのたんびにキャリーはいってなっちゃったんですけど、いや転がってノーバンでっていうこと。なるほど。で転がってトータル、そうトータルだとまた多分 90g ではいっちゃうと思うんですけど、 そこでなんでアイアンってキャリーなのかってことですよ、はい、基本グリーン乗せるときに真っ平らな状況って少ないじゃないですか。それこそから埼玉ゴルフクラブみたいにめっちゃ打ち上げてグリーン面見えませんとかだと打つとこが高くなるから落ちてから転がりにくいとかっていうのがあるんですよ。基本的にはキャリーで攻めてってあげる。さてバンカーが手前にありました。奥縁まで80です、はい、ってなった時に80ヤード打つクラブで、あ例えばじゃあこれライン出て90ヤードです、うん、で90打つとするの、うん、ちょっと当たり薄かったらそれはキャリーが80ヤードだからその縁のちょっと手前にボンって落ちちゃうかもしれないよねっていう、うん、で基本的にはキャリーで距離を覚えておいてもらいたい。最後9番はキャリーで80ヤードで転がって転がるんだなって思ってもらえれば。そうだからその転がる距離も結局グリーンとかにもよるんで、うん、モサモサだったらそんな転がんないし、はい、そう早いとこだったらダーっていっちゃうから、それは朝パター練習してみて、まあ、どれぐらい転がるのかなとかっていうのをなんとなく肌感で覚えてもらう必要はあるんですが、まずはキャリーでの距離を知っておいてください。なる、落ちたところか。あ、そうだって落ちたところ、まだ力入れずに、力入れずにいいの軽くで、はい。おー、ナイス。うん、10ぐらいね、やっぱ9番の1つで80です。80、はい、次70、70ヤードですって言われたらどうします？79番。いいっす、いいっす。でも自信なさげに言わないで。いや、70はピッチングにします。私結構ピッチング率高いかもしれない。70があそこの裏の看板、黒い看板ですね。黒い看板のところ。はい。ちょっと力入ったね。あれ、力入れてない気がしてるけど、入ってます？ボールを上げようとしちゃってるんで。はい。さっきの計算の時じゃないけど、低めのボールをイメージしてる。はい。ナイス、いいじゃない、ナイス、うん、いい感じ。こっちから入った、上げ落とした。ここだよね、だからこの辺のこの当たり損ねみたいなのが多いかなっていう感じがする。で足の幅もうちょっと狭くしましょうか。はい、そうそうです、そうです。広かった。そう、このぐらいでしたか。そう広くしちゃうと力入りやすくなっちゃうね。はい、そう、オッケー、ナイス、よいしょ。力が入りやすくなるっていうのは上半身がですか？とかあのグリップの力自体もそうですね。イメージ、その砂の缶持ち上げてって言った時にずっと持ち上げます。クラブ置いて思いっきりガッと持ち上げてくださいって言って、そう言った時と、これ取っといてと、じゃあこの缶を、この空の缶を、この空を持ち上げて、やってて持ち上げてくださいって言った時の足の幅分かります？要は力入れようとした時って、あれ砂いっぱい入ってるの見えるじゃないですか、はい、力入れようとした時って自然と足って広げるんですよ。
うん、はい、重いもの持とうとした時とかって、ね、重いもの持つ時では力使ってみるじゃないですか。力使おうとすると人間足開くんですよ、うん、逆にこの空っぽなカゴ、はい、軽いの分かってるから全然足開かなかったよ、はい、そういうこと。いや、無意識下で足広げちゃうと力入る形になってるから力入りやすくなっちゃうよっていうこと。へー。そうなんだ。だから足は狭めにしておいてあげた方が力は入りにくいの検証です。なるほど。だから皆さんも別にそのみゆちゃんだけじゃなく視聴者さんとかもドライバーとか特にそう、男性の方とかは飛ばすぞって言ってドライバーだけでやったらこうやって広げちゃう人とかいるんですけど、それは力みの原因になるんで、思ってるよりもちょっとコンパクトにしといてあげるといいかなと。ちなみに私も気をつけてます。広くなりやすくなっちゃうんで、そう、気持ち自分の中で半歩ずつ寄せて構えてるっていう感じです。へー。だから短い距離のアプローチとかも足狭くするのってそれが理由なんですよ。こうやって力まないよ。そう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 、短い距離で結構初心者の人ってこうやって構えて短い距離打とうとするじゃないですか、うん、そう、そうやって力入りすぎちゃうと、あと振り幅が大きくなりやすくなっちゃうから、狭めにしといてあげると力が抜けてるから小さい振り幅で振りやすくなります。だから足ちっちゃくしてとかボール1個分ぐらいだよとかって言ったらそういうことです。他にもつながって、このぐらいだけでは基本的にはちょっとまず気持ちなんか物足りないかなぐらいの方が当たる確率が上がる。なるほど。幅になれる。はい。何？必ず振り切ることだけは忘れない。はい。で、オッケー。低い球ね、低い球。はい。イメージは。低い球。どうナイス。低い球ね、常に持ってあげた方がいいかな。ちょっと上げる癖あるから、はい、あ、上げようとして伸び上がっちゃってるって感じなの。上げようとして伸び上がるとか、うん、なるほどね、こう倒れちゃうっていう癖もちょっと持ってるんで、うんうん、低い球打つイメージの方が、要は低く打とうとしたら上から入れるじゃないですか、うん、とやっぱベースにボール乗るのはそっちの方が乗るから、うんうん、結果的に低い球打とうと思ってるけど上がっていくっていう、ダウンブローに打つとかっていうのにやっぱまあ結果的に近い、そう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 、うん、そういうこと。ナイス。ナイスです。でもどうやってんだ。それでね、60ぐらい。はい。60ヤード今ので。70は？だから70がないんで、多分70。なるほどね。イメージでそれ打ってるけど、本当は70届いてないよって。確かにそうですね。黒いところが70ですもんね。そうそうそう。手前でしたね。全部よく当たると手前なんで、じゃあ70をどうするかっていう話だったもんね。うん。今一番手変えただけでしょ、さっきの話。ああ、じゃあちょ、なるほどね。そう。じゃあ次は9番持ち替えて、ハーフショットぐらいで打つイメージで打つ。70。まあ70っていうか、9番で、さっき80でしたもんね。はい。9番でハーフショット。ボーンって打った時に、いくつ飛ぶかなっていう。ちょっとやってみます。ハーフで。いつも通り構えて、ちょっとクラブを指3番目ぐらい短く握ってもらって、そう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 、そのままさっきと同じフルショット。で70ぐらい。着地は70ぐらい。あの黒い看板の付近だった。短く持つ。そう。短く持っていつも通りこうフルショットで打ってあげる。なるほど。普通に振って普通に振るけどクラブをそう短く振るだけ。へえー、それで10ヤードも変わるのか。変わる。そう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 。まあそれを振り幅みたいにハーフショットで合わせる人もいるんですけど、はい、ちょっとみゆちゃんの場合スイングスピードがちょっと足りなくて、ボール振って地面に落ちちゃうんで、はい、キャリーが稼げないから その方法が一番いいかな。でも逆を言えばですよ、逆を言えば、例えば70ヤードで、この木があります。
木があって上行けないです、ちょっと低めのボール狙わなくちゃいけないって時はさっきのハーフショットで9番が本当はボールが上がらないでコロコロコロって転がって70ってかあの3番まで行ったじゃないですか。でそういう状況の時は逆に70ヤードだったとしても短くに行けるんじゃなくてハーフショットで打ってあげようとかっていうのを覚えておいてもらいたい。とりあえず80ヤードは9番フリーショット、はい、70が9番のそうそう短く握ってフリーショット、はい、で60がピッチングって感じ、うん、で逆にピッチングの短く持ってフリーショットで 50? ぐらいになるはず、うん、キャリーがね、うん、そうそうそうしてやってみます。へえ。でやると5、6、7、8がある程度は打ち上げられるみたいな。そうですね、当たり先もあるんで、うん、これはい80、70、60、50で打ってもらえば、まあ、50、60、70、80でもいいけど。あー、連続練習、うん、とりあえずじゃあそれで短くソフトに50はちょっとやらせてください。そうやらせてください。ほらすごいよ、アスリート精神が強くなった。やりたいの。やりたいのだって。食べるもんがやりくなくしちゃってるよ。やられちゃったよ。お父さんもほんと手前にほら落ちるから、うん、これいいよ、もっと手前、ナイス、うん、っていう感じ。結構目安があると多分本人ラウンドするとき楽だと思う。いやそうですね。 それで合わせていきましょうか。これにてそのミート率を上げるにはまず基本的にスターサーバーがちょっと広くなりやすい、はい、そこの画面映しておいてね、画像画像でもドライバー映すぐらい広がってるさっき。そうですね、見た感じ。そうなんでちょっと気持ち狭めに構えてあげること、あとは力抜いて振り切ってあげるっていうところ、はい、ミート率上げろ、力抜いて、そうすると多分当たる確率が上がってくるんで、はい、そこを気をつけることと、あとは距離のその打ち分けとしては、まあ、ピッチングと9番だけで50から80は打ち分けられるよと、はい、なんで、まあ、9番のフルショット短く持ったフルショット、ピッチングの普通のフルショット短く持ったフルショット、うん、5、6、7、80ヤードみたいな。すごい分かりやすいし覚えやすい、いいですね、覚えやすい。ちょうどここショートコースあるんで。そう100ヤードちょっと切ってるぐらいが多かったですか、ここって。半分は100ヤード切ってますね。ああ、ちょっと長くても120ヤードぐらい。あ、じゃあいい練習になるかもしれないですね。逆にその120ヤードを50と60と60とか110ヤードとかあるから50、60で打ち上げてもらいたいですよ。うん、別に1回で乗せる必要はないんで、ラウンドレッスンみたいなもんだから。じゃあそれこの後やっていきましょう。はい、ちょっと実践で試していきましょう。はい、はい、お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバーイ。